どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。俺的映画速報第273回俺的映画速報では、今週の映画興行収入動員数ランキングを見ながら映画エンタメのトレンドについて語っていきますということで、6月14日から16日の国内映画興行収入動員数ランキングが興行通信社より発表されましたということで、今週はねこんな感じ、首位がね入れ替わってますね。あと新作は3本ということで、はい、新作が3本、下位に3本入ってまして、週入れ替わって、まあ、若干ちょっとね上位も入れ替わってないのか、あ、ちょっと入れ替わりましたね。はい、ということで一つ一つ見ていきましょう。まずね、今週の1位はこれでしたね。世界で17万人の命を救ってきた命のカテーテル誕生に隠された家族の愛の物語を月川翔監督が描いたディアファミリーが初日から3日間で動員18万5000人、興収2億5600万円を上げて初登場1位を飾りましたということですね。心臓に先天的な疾患を抱え余命10年を宣告された娘のために人工心臓を作ろうと立ち上がるお父さんを、大泉洋、そのお父さんを支えるお母さんを菅野美穂が演じ、心臓疾患を抱える、女の子を福本莉子さんが演じてますということで、いやーこれもね、くどいぐらいに、まあ、シネコンとか特に東方シネマズとか行くと、もうくどいぐらいに一番最初にこのディアファミリーの予告編がかかるんで、もう何度も何度も洗脳ビデオのように見せられて、もううざーいと思ってたんで、いややっと上映されてくれてよかったんですけど、もうこれさ、もう泣かされるに決まってるじゃないですか。ねえ、こんな絶対泣くに決まってる映画じゃない。ねえ、泣かされるよ、こんなのっていうことで。実はね、まだこの6月18日現在、この動画を作っている6月18日火曜日現在、まだね、見てないんですよ。いや、もしかしたら明日あたりに見に行ってみようかなとは思ってます。フィルマークス評価もね、結構高めなんですよね。高いんですよ。で、まあ、そうそうたる、キャスティングもかなりね、そうそうたる顔ぶれですし、まあそんなにね、泣かさ、もうこれもう泣かされるに決まって、この手の話に一番弱いんですよね。なんていうか、この、まだね、女の子が、若い女の子がね、将来ある若い女の子が、こう、亡くなってしまうかもしれないってね、それお父さんの気持ちになったら、まあ、これはね、もう特にお父さん、娘さんのいるお父さんは見るのが本当辛いんじゃないかなと思うんですけども、まあ、いなくてもね、なんとなくこう父親の気持ちで多分僕はこの映画を見てしまうと思うので、いやこれはねもう号泣間違いなしでしょうね。いやなんかね、もう最初から泣かされるって分かってるっていくのってなんかちょっとね気が重いと言いますか、まあ、楽しいお話ではないですからね。あとハラハラドキドキとかサスペンスとか、あとホラーとか、そういうのとは違いますからね。まさに家族の愛のドラマということで、もうなんとなく結末も分かっているし、まあ、どんな映画かっていうのも、まあ、大体超ど、もう超ド直球だと思うんですよね。まあそんなひねりがねあるとは思えない、まあ、史実を、まあ、実際に起こった出来事をドラマにしているので、もうひねりもないですしね。いやどうしようかな、ちょっと見ようかなと思ってます。で、興収がね、動員が18万5000人、興収が2億5600万円っていいですね。結構ね、この最近のこの実写映画で特にこの手の内容で2億5600万円っていうのはかなりねいい成績なんじゃないかと思いますよ。いわゆるなんだろう、このジャニーズ的なアイドルとかそういうのを前面に出してるわけでもないし、どちらかというとね、まあ渋いというか内容的には渋いですからね。明るいドラマでもないし、キラキラしているわけでもないから、なんか若い子たちがね、若い子たちがこう進んで見に行こうっていう感じでもないですし、で僕たち世代もなんかちょっとな、重いかなっていうね、家族の特に娘がね苦しむ、死ぬかもしれないっていうのはちょっといくらなんでも重すぎるなっていうのはあるので、まあそういうねハンデを考えても、この2億ハンデを考えるとね、この2億5600万円っていうのは
なかなかに優秀な成績だったんじゃないかなと思います。まあでもね、2億5600万円が今週の第1位なので、まあ今週も、まあ興行の商い、うん、ビジネスとしての商いは、興行は薄かったのかなっていうね。やっぱり大ヒット映画だと、それこそ本当にコナンとかだったら10億とかね、いっちゃいますからね。アニメとかだったら本当に5億、6億当たり前。うん、中には10億いっちゃうような作品もあるし。ある程度ね、対策になってくると4、5、6億ぐらいの大台に乗せますから、2億5600万円で1位っていうのはね、まあちょっとね、今ちょっとこう商いが薄い閑散期なのかなっていうことなんですかね。まあこれから夏休みに入っていくので、まあ夏休み前、嵐の前の静けさといったとこですかね。はい、でもこういう時期に結構いい映画やったりしますから、ラインナップは、チェックしていきたいなと思っております。さあ皆さん、これディアファミリー見ました？見た方ぜひですね、感想を教えてください。皆さんの感想を見てね、見に行くかどうか決めようかなと思っております。はい、というわけで、2位がね、邪魔、強いですよね。名探偵コナン100万ドルの道しるべということで、今週はですね、動員9万2000人、興収1億3000万円を上げましたということで、もうかなりね、興行の方も、もう第何週目これ。もう10週目だからね、もうかなり、動員も興収も落ち着いてきてますね。1位が2億5600万円に対して、2位は、1億3000万円だから約ダブルスコアですね。うん、で累計成績が動員もう1040万人を突破して、興収が149億円に迫っているとのことです。まあ、150億円の大台。さあ今どこにいますかね。はい、天気の子、おお、これはスズメの戸締まりももう完全射程圏内ですね。あと6000万円なので、はあ、これはいけそうですね。うん、今週が、3日間だけで、1億3000万円ありましたからね。まあ来週で超えるでしょう、これおそらく。ね、もう6000万円ですもんね、これ。ということで、スズメの戸締まり越えはもうほぼ確定ですね、これ。でも、さすがにポニョは無理でしょう。崖の上のポニョはさすがに、ここに大きなね、歴代ランキングなんで、これ歴代ランキングですけど、ここにね、厚い壁があります。15位と14位の間にはね、結構分厚い壁がありますからね。まあ、そこから先がまたね、団子状態にはならないね。また11位と12位の間にかなり大きな、壁がありますね。さあ、ポニョはね、さすがにちょっと無理だと思うので、まあ、来年の次回作、次次回作あたりでポニョ越えを狙っていくという、そんな感じになりますかね。はい、というわけで、もう10週目ですね。そして第3位がね、ほんと強いよね、これ。帰ってきた危ないデカということで、はい。こちらは3位をキープ。週末3日間で6万7000人、興収9600万円を記録しました。もう3位になるとね、興収が 今週は1億切っちゃうんですね、興収が。やっぱりビジネス、ちょっとね、商いが薄いですね。興行が薄いですね。興行ビジネスがね。で、累計成績は動員92万人、興収12億円を突破したということで、まだまだいきそうですね。もう1億円はちょっと切っちゃう。まあでも、1週間でだいたい1億2、3000といったとこですかね。もうちょっといくのかな。15億を目指せるかどうかといったとこじゃないですかね。当面の目標は15億。でも15億円でもすごいですけどね。いや、ここまで毎回言ってるけど、ここまでね、根強いファンがついているコンテンツだと思いませんでした。いやいやいや、まだまだ次回作十分に作れる。ね、おそらく次回作ももう、結構スタートしてるんじゃないですかね。制作っていうか、もう計画がね、スタートしてるんじゃないかな、企画の方が。まだまだ、まだまだこう続けていけそうですよ。こすっていけそうですよね。で、他にはね、新作、こちらですね。ブルー、君は大丈夫がですね、8位です。ジョン・クランシンスキー監督が、
子供にしか見えない不思議な存在ブルーと心に傷を抱えた12歳の少女の交流を描いたブルー君は大丈夫がランクインということですね。このジョン・クラッシンスキー監督っていうのは、あの女優の大物女優のエミリー・ブラントさんの、旦那さんですよね、ご主人ですよね。あのクワイエット・プレイスでは出演もしていたし監督もしていた方ですね。はい、これもね結構あのシネコンで予告編いっぱいかかってましたけど、個人的にはちょっとねあんまり 見たい映画ではないなということで、今回はおそらくスルーしちゃうことになるかな。これ面白いんですかね。もし感想わかる方、見た方いたらちょっと感想教えていただきたいですね。なんか面白いのかどうかちょっとわかんないね。そして10位がこちら、なんていうんですかこれ、月歌劇場版ラビッツキングダムザムービーだそうですね。架空の芸能事務所芸能事務所月の芸能、牧田芸能ではなくて月の芸能プロダクションに、これが月プロですね、所属するアイドルたちの活躍を描いた月歌シリーズの10周年ということは、もう何これ10年も続いているということですか。すごいですね。いわゆるイケメンキャラが多数出てきてみたいな、なんかもうなんかみんな似たような顔してて、僕にはちょっと区別があまりつきませんけど、そもそもこれ男女の区別もつかないんですけどね、男なのか女のか、これ女の子でしょ、これ違うの、どれが男の子でどれが女なのかちょっとわかんないですね。まあこういうのがいいんでしょうね。まあでもね、なんかこう今風とも思えないとも思わないですよ、これ昔からこの手のね、作風ってもう僕が子供の頃からありましたからね。なんか中学校とかな、ね、中学校時代クラスメートの女の子たちがこういった二次元キャラにキャー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 言ってましたから、まあ今も昔もね実はそんなに変わっちゃいないんだなって思いましたね。まあおそらくこれ若い女の子たちがね、お客さんなんでしょうね。男の子たちあんま見に行かないのかな、どうなんでしょう。まあまあまあ、ストーリーよりもビジュアル先行といった感じ、アニメもう10年続いてるってすごいですね。はい、で他ですね、こちらウマ娘プリティダービーなんですけど、累計成績で動員66万人、あ、公衆はね10億円突破しましたね。実は僕もうちょっとこれ行くのかなと思ってたんですけど、まあこんなもんなんですかね。アブデカの方がよっぽどがすごかった、強かったですね。結局アブデカには及ばなかったウマ娘。アブデカと同じ週にね始まったんで、てっきりこのウマ娘が、余裕で周囲をね、席巻すると思ったんですけども、蓋を開けてみたら全然違いました。まあそれでもね、10億円突破してるわけだから大したもんですよ。そしてはい、こちら劇場版ハイキューですね、再び9位にランクイン。ちょっと待って、これ前回県内だったのがまた9位にランクインしたんですね。なんかあったんですかね、あの入場した特典なり何かおまけでもついてきたんですか。まあ、9位にランクインで、累計が動員771万人、公衆110億円を突破しましたということで、いや何気にすごいですね。歴代ランキング、あの名探偵コナンはもう150億円近いんですけど、ハイキュー今35位につけてますね。そうか、南極物語とかマトリックスとかファイディングニモとかハリーポッターとか、これをねごぼう抜きしたんですね。はい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 、抜きましたね。ということで次はスターウォーズフォースの覚醒が 6.6 億円か、約6億円、ちょっともう無理かな。ということでハイキューは歴代35位で、なんとか、落ち着きそうですね。もう18週ですから、今後もうさすがに大きく伸びることはないと思われるので、歴代ランキングは35位でなんとか落ち着きそうな感じですかね。まあすごいですけどね、こんな他にもあるの、まだ、あ、君たちはどう生きるかもまだ入ってるし、ゴジラマイナス1もね残ってます。要するに今上映、現在上映中の映画が
歴代ベスト100にね、歴代講習ベスト100に4本も入ってる。ね、すごいですよね。普通この100人に入るっていうと、ほんと数年に一度とか、1年に1本あるかないかですからね。そういうペースなのに、同時期に4本も入ってるっていうのは、やっぱりすごいですよね。はい、まあそんなわけで、いかがだったでしょうか。今週のね、興行収入ランキング、あんまり大きな動きはないですね。まあ、ディアファミリーも、まあ、今週転換になるのかな、どうでしょう。まあ、来週あたりからね、かなり、興行も落ち込んできそうなので、さあ、今週転化を取りそうな映画を、チェックしていきましょうかということで、どうだろう。今週は、何がある？まずバッドボ、これが来そうですね。まずバッドボーイズ、ライド・オア・ダイ。これはあの人気シリーズのね、続編。僕ね、これ見たことがないんですよ。これ見といた方がいいですかね。一作目、何作あるんですか？これよくわからないんだけど。でね、すごくね、評判も、アメリカでの評判もね、ロッテントマトの評価もめちゃくちゃ高いんですよね。で、あの、フィルマークスのね、まあ、先行上映か何かあったんですか？フィルマークスのね、評価も結構高めですし、これは多分面白いんでしょうね。主演はね、なんといってもウィル・スミス、去年のね、ビンタ実験でかなりね、話題になりましたけども、まあでもそんなに、あのビンタ事件はそんなマイナスイメージにはなってないと思うんですよね。奥さんを侮辱されて手を出したってことで、まあ暴力は良くないですけど、そんなに、なんていうかこう、ドン引きするような感じではなかったかな。まあやっぱり司会者もね、あれ悪いですからどう見てもね。まあそんなに僕個人的には、まあ褒められたもんでもないし、別に称賛もしませんけどね。ウィル・スミスよくやったと思うか、そんなこと言うつもりはないですけど、まあ、言うほどね、そんなに自分の中ではイメージ悪くなってないんで、まあそのウィル・スミスがね、まあ最近のハリウッドはもう本当に、対策がこけまくっているんですけども、このバッドボーイズはね、結構アメリカでも大ヒットしたということで、いやー俺たちのウィル・スミスが帰ってきましたよ皆さん。ねー。というわけでね、まだちょっとバッドボーイズ僕見たことがないんですけど、これはね、ちょっと、まあ、過去作見るかどうかはちょっとわかんないんですけども、今回は、鑑賞してみようかなと思います。多分これ、前作見てなくても、楽しめるっていうか、なんとなくね、どんなストーリーなのか、ね、想像つきますしね、この二人。なんかあれでしょ？どうせくだらないことを掛け合いながら、悪と銃、ね、悪者と銃撃戦するみたいなお話なんでしょ？ね。はい。というわけで、今週はバッドボーイズが、多分入ってくるんじゃないかなと思われます。はい。他には何？これ何？うるさい。消えて。アンゼルム、傷ついた世界の芸術家。これ、ドキュメンタリー映画ですね。なんかの映画館で、どっかの映画館で、これ予告編見たことあります。アンゼルムっていうね、結構壮大な芸術家というか、なんかスケールの大きなね、美術品を作っている、なんていうのかな、キーファー。アンゼルム・キーファーっていう人ですか？ドイツのアーティストなんですね。まあちょっと僕、このアンゼルム・キーファーって方を知らないんですけど、予告編見る限りね、なんか芸術その作品が、いわゆるナチス時代をこうモチーフとした、あと古代神話とか、そういうドイツの文化というか歴史をモチーフとした作風でね、なかなかね、ドキュメンタリーのその、予告編見る限りちょっと見てみたいかなと思えるようなそんな作風でしたね。はい。まあちょっと今ね東京から離れたところにいるので見ることはできませんけど、そして朽ちない桜ですね。これは柚木優子さん、僕このミス大賞出身なんですよね、ミステリー作家として。で僕は第8回のこのミス大賞だったんですけど、柚木優子さんは第7回、大賞受賞者なんですけどね、まあ先輩に当たるわけ、大先輩に当たるわけですけど、その柚木優子さんの、朽ちない桜ということで、警察物ですかね。またね、杉咲花さんですよ。最近ね、杉咲花さん何を やらせてもうまいというか、でもなんかね、ちょっといろいろたくさん出すぎていて、なんか
かといってそんなに芸風の幅が広いという感じもあんまり個人的にはしないんですけど、まあいつもの杉咲花だなみたいな。なんかこういう役多くないですかね。なんかちょっと闇を抱えているというか、なんかこう苦しいもの、苦しみをこう抱えていたりとか、苦しい立場にいる女性を、演じることが多いので、まあこの作品も多分そんな気がするんですよね。だからまたいつもの杉咲花みたいな感じになっちゃうのかなということで、まあ、なんていうかね、演技がめちゃくちゃうまいんですけど、いずれも似たり寄ったりっていう、そんな感じですかね。まあ、そういう意味ではね、永野芽郁さんとかも、似てますけどね。そんな感じですけどね。というわけで、これはね、一応見に行く予定ですけども、フィルマークス評価あんまりよろしくないね。ミステリー映画ですね。あと、銀魂がありますよ、これ。銀魂。まあ、これは見ることはないと思うんですけど、こちらもやると。公開規模がどのぐらいなのかな。朽内桜もね、そこそこ公開規模あると思うんで、入ってくるんじゃないかな。まあ、上位には入ってこないかもしれないですけどね。でも、杉咲花。7位とか8位ぐらいに入ってくるんですかね。まあ、公開規模にもよりますよね。そして、ワンライフ。奇跡がつないだ6000の命ということで、ナチスから逃れてきた大勢のユダヤ人難民を、まあ、救ったみたいな、プラハの人なのかな。まあ、プラハもね、なんだっけ、ハイドリッヒ、ね、ラインハルト・ハイドリッヒによってね、散々ひどい目に遭わされましたよね、プラハの住民たちも。というわけで、そこで、ナチスの人々を救って、ね、そのナチスの人たちが、今ではパレスチナを虐殺しているというね、なんとも皮肉な歴史をたどってますけども、今回ね、主演がアンソニー・ホプキンスということで、いや、去年、一昨年、アンソニー・ホプキンスね、アカデミー主演男優賞を取りましたよね、ファーザーでしたっけ？ねえ、あれで取りましたけども、またアンソニー・ホプキンスも、だってもう年齢もこの人、90、何歳ですかね？もう90歳超えてますからね。まだまだお元気。ね、名優、アンソニー・ホプキンスの、演技、ちょっとまた見たいなとは思いますけどね。近くでやってればいいんですけどね。今ちょっと東京から離れて浜松にいるので、なかなか見たい映画が見られない。で、あと、あ、これも見たいですね。あー、邪魔。ザ・ウィッチャーズっていうことで、これイシャナ・ナイト・シャマランってね、名前でわかると思うんですけど、エムナイト・シャマランの、これ、娘さんですかね？多分そうだと思うんですけど、の、まあ、ホラーミステリーっていうことで、これもね、なかなか面白そうですよ。どうなんですかね？ダコタ・ファニングが出ている。どんな話なのか。まあね、ネタバレ厳禁な映画になるでしょうから、これはね、楽しみなんですけど、これもなかなかね、浜松ではちょっと近くではね、やってるかどうかっていうのが怪しいんですよね。本当に浜松はね、文化不毛地域なんですよ。映画がやらない80万人もね、人口いるくせにもいい加減にしてもらいたい。で、これ何ですか？大室家っていうの？大室家か。これは40分ですね。まあ、ショートだから、これはいいや。次。今週はね、見る映画多いんですよね。映画、オーイハンサム。これも、予告編でね、シネコンでかかっていますけど、吉田鋼太郎さんがお父さんで、木南晴夏さんとか佐久間由衣さん、武田玲奈さんのが、まあ、3人娘で、お母さんがめぐみさんっていうね、予告編かかってますけど、これね、めちゃくちゃ面白そうですよ。これは見たいなと思ってます。フィルマークス評価も何気に高い。これはね、個人的には今週結構楽しみです。これも入ってくるんですかね。まあ、公開規模によるかな。そしてこれも見たいね。見れないけど多分。フィリップ。このワルシャワ・ゲットーで暮らすポーランド系ユーラ人フィリップは、恋人サラとゲットーで開催されたナチスによる銃撃に遭い、まあ、親戚と家族殺されちゃった。まあ、その彼がね、フランクフルトにあるレストランでウェイターとして働いていて、自分はフランス人と名乗り、まあ、ナチスの将校の妻たちを誘惑する、ね、それでまあ傷つけて、まあ、なんていうか、意趣返しみたいなね、恨みを晴らす的なお話で、
まあなんかとなくね、なんとなくですけど、ストーリー展開読めそうですよね。まあ、ナチスの妻たちをこうたぶらかして、もてあそぶつもりが、マジ恋しちゃったみたいな、そういうクソみたいな展開になるんでしょどうせね。絶対そうに決まってるんだからね。はい。まあなんか全体的にね、なんかこうユダヤ人は正義みたいなね、描かれ方されてますよね。でもなんかちょっとね、今やっぱりあのイスラエルとの、あのね、紛争を見てると、ちょっとユダヤ人あんまり同情できなくなってきましたね。もう最近僕なんかナチス頑張れって思ってますからね。みんなね、あんなひどいことしててね、パレスチナあんな感じでさ、俺はもう案外何ナチスの皆さんね、案外間違ってなかったんじゃないの。いや、ヒトラーってなんか悪人のように扱われてるけど、実は彼のやってたことは間違いってほどではなかったんじゃないのなんてね、こんなこと言ったらまた炎上しちゃうんで、まあ言いませんけど、今のはね、あのそういうことを言っていた人がいたということで、はい、そういうことを言っていた人がいましたということで、はい、いたんですよ。僕はそんなこと言ってませんけどね。というわけで、これも面白そうですけど、まあこれはいいかな。3.6。ターゲット、これも面白そうだよね。これ何？ターゲット？出品者は殺人鬼ってね、タイトルがいいね。韓国映画ですよ。なんか面白そうですね。スヒョンは新居に引っ越してフリマサービスで中古の洗濯機を買ったが、後日壊れた洗濯機が届き、まあ、詐欺にあったと警察に相談するが、スヒョンは自ら犯人に連絡することを思いつく。売り手のアカウントを再び見つけ出してスヒョンは返金を要求するが、相手にされず感情的になったスヒョンは、相手に怒りの込めたメッセージを送ると、そこから恐ろしいことになっちゃいましたみたいなね。なんか結構さ、実際にも起こりえそうな話だから怖いですよね。これ実際起きた事件ですかね。まああのメルカリなんかもそうなんですけど、フリマとかね、メルカリとか結構なんて言うんだろう、あのトラブル多いみたいですからね。まあ詐欺とまではいかないけども、なんかちょっと誠実な対応されなかったとかね、もうそれだけでも詐欺だっていう人いますから、まあ、それを思うとね、ちょっと身近にも起こりえそうですよ。で、出品者がサイコパスとか、それこそシリアルキラーだったら、これとんでもないことになっちゃいますからね。まあ、なんとなく発想と、なんかこう、ミステリーとかホラーの小説を書いてる人が、まあ思いつきそうなプロットですよね。まあ面白そうだなと思うんで、見たいんですけどね、これはおそらく見ることはできません。あとこれもね、これも結構ねやるんですよね。90歳何がめでたい、これあのベストセラー小説というかエッセイですかね、エッセイの映画化ということで、草笛光子さん、唐沢俊明さんね、唐沢さんが編集者で、草笛光子さんがまあエッセイストですか。まあ面白そう。佐藤愛子さんですか。あ、これ佐藤愛子さんの小説なんですかね、それともエッセイなんですかね。これだから、まあ、佐藤愛子さんを草笛光子さんが演じてる、やっぱエッセイですね。まあ見てもいいかなって見たら多分ね、多分面白いと思うんですよ。これ見たら結構、面白い話だと思うんですよね。だから今週そう思うと見る映画結構あるな。あとね、個人的にこれちょっとね、すぐには見れない。これね、来週あたりには見に行こうかと思ってます。これはね、なんとかしてみたい。新三茶のポルターガイストね。前作僕の動画でもレビューしてますけど、これね、めちゃくちゃ前作面白かったんですよ。で、僕今、今浜松と東京行ったり来たり、まあ大体ね、東京が1年のうち8割ぐらいか、7割か8割。で、浜松に3割ぐらい住んでるんですよね。で、東京はね、三茶に住んでるんですよ。で、三茶の、まあ、いわゆる雑居ビルがあって、そこに、なんていう名前だったっけ、横溝だったっけ、なんかそういうね、芸能事務所があるんですよ。劇団かな、その雑居ビルの3階だか4階に、劇団みたいなと、事務所があって、そこでね、もうそこに行くとね、必ず幽霊が出るらしいんですよ。で、前回本当に幽霊が出てて、もうなんかね、あまりにも節操なく、
横沢だ。そうそう、ごめんなさい。横沢プロダクションだ。で、節操なく幽霊が出すぎるんで、いや、むしろ逆に、あまりにも節操なさすぎるから、これはむしろ本物じゃないかと思えてくるぐらい、節操なく出てくるんですよ。で、僕もね、この雑居ビル、何度も入ったことありまして、その一番最上階に、まあ、カフェというか、喫茶店というか、カフェがあってね、三茶の街を一望できるようなカフェがあるんで、そこで時々、お茶飲んだり、コーヒー飲んだり、お酒飲んだりするんですけども、でね、そのね、なんかね、初めてそこ行った時に、エレベーター乗ったんですけど、そのエレベーターがなんかちょっとね、気持ち悪かったんですよね。別、なんか、落書きが、今はまあちょっとね、消されてるんですけど、落書きがすごいひどいエレベーターで、なんかね、嫌な感じがする。嫌、とにかく、なんか嫌な感じのするエレベーターだったんですよね。当時、ここが、いわゆる心霊スポットってことを知らなかったので、なんか嫌な感じがするんだよなっていう。で、階段で登っていくこともできるんですけど、階段登っていくと幽霊出てくるらしいですね。で、なんか生首が出てきて、ね、来るなっていうらしいですよ。めちゃくちゃ怖くないですか。ねえ、もう幽霊の方も脅かす気満々ですよね。幽霊ってどうなんですかね。やっぱり自分たちが怖い存在だっていうことをちゃんと自覚していて、よーし、脅かせてやろうぜとかさ、怖がらせてやろうぜ、へへみたいな感じで、なんか遊び半分でやってるんですかね。どうなんでしょう。ねえ。これはね、いずれ、ちょっとね、鑑賞遅れるかもしれませんけど、見たらね、またレビューしたいと思います。とかな案件ですね。はい。というわけで、これ何？片白？邪魔。片白？何レプリカ？これアニメ？違うね、アニメではない。記憶を失った患者誠は手術室で目を覚ます。医者が言うには神々に打たれた。ん？記憶がなくて、思考実験をする。本当にこんな話で記憶は取り戻せるのか？何か意図があるのか？隣の部屋に入院しているとも言う。というもう一人の患者に何者なんだ？患者は。どうして記憶がなくなったんだ。手術の室の探索、医者ともう一人の患者との会話を通して物語を、面白そうですね。ワンシチュエーション？これでもアニメですか？これちょっとわかんないね。どうなのこれ。お話をしよう。これは実写映画ですかね。テアトル新宿の1週間公開。いやー、これはちょっと見れないなぁ。TR、テーブル RPG 用に書かれた1対1の対話シナリオ。そういう感じなのか。テーブルトークロールプレイング。それを映像化したってこと？これはあれですか？観客も参加していくような感じなんですかね。ちょっと気になるね、これね。面白そう。見たいけど、まあ、多分見れません。かなり実験的な映画。ホールドオーバーズ。これもアカデミー賞にね、ノミネートされてましたよね。ホールドオーバーズ。置いてくぼりのホリデーでしたっけ？これあれでしょう。アレクサンダー・ペイン、ポール・ジアマッティ、ね、コンビを組んだ、タッグを組んだ。以前は、サイドウェイとか、ね、ワイナリーを、回るお話、このアレクサンダー・ペインとこのポール・ジアマッティ主演でね、アレクサンダー監督であったんですけど、それ日本でもね、サイドウェイは日本でもリメイクされまして、小日向文世さんがポール・ジアマッティの役やってましたよね。それの、まあ、タッグということで、これね、アカデミー賞にノミネートされていたんですよ。これね、ちょっとね、見たいかなと思うんですけど、これも近くの映画館でね、豊橋ぐらいまで行かないとやってないな。なんとか見れたら見たいかなと思う。でも今週ね、見る映画結構多いんだよね。初めての、なんかタイトルがいいね。これはどうなんでしょう。俳句とか、ちょっと高尚な文芸的な映画ですかね。私小説。俳人、なんちゃらなんちゃらの、滝耕作の、私小説って書いてありますね。滝
金工作っての知らないな。皆さん知ってます？ちょっと僕ね、あんま学がないんで無知なんですよね。はい、あと梅雨の後先、これは何ですか？キャバクラで働いていた琴音はコロナ禍で店が休業、一緒に住んでいた男に家財を持ち逃げされみたいな Z 世代の、お話ですかね。生きづらさを感じている Z 世代の、まあ、友情青春ドラマ。まあ面白そう、いろんな人間像が絡み合っていくっていうことで面白そうではありますけどね。まあケーズシネマとか、なんだろう、シネマロサとか、あそこら辺ですかね。これなんて読むんだろう、ごめんなさい、読めない。あ、これも110分の映画、どんな映画なんですかね。これもまあ人間ドラマといったところですかね。私の物語、イギリス映画ですね。イギリス映画か。87分。股関節がなく大腿骨が短いという極めて稀な障害のあるイギリス人女性エラ・グレディニングが、障害者差別が未だに根強く残るこの社会で自分をさらに愛するには何が必要かを知るために、同じ障害のある人を SNS で探し、なるほどね、自分らしい生き方を模索する4年間のドキュメンタリー映画ですね。なるほど。監督も脚本も本人がやっているということで。まあ障害者差別ね、ありますもんね、きっとね。まあでもなるべくね、ハンデを背負った人たちが生きづらくないような世の中にはしてほしいなとは思いますけどね、表面的には。はい、まあそんなわけで、今週はね、まあ19作品ということで、まあフィルマックスって結構ね、漏らしがあるんで、漏れがあるんでね、19作とは限らないんですけど、もう1作2作あるかもしれませんけど、まあ一応フィルマックスからわかる、今週公開される予定の映画はこんな感じ。皆さんはどれを見ますかね。僕一応見るのはとりあえずバッドボーイ、口ない桜ぐらい、あとここら辺はね、近くの映画館でやってるんで、見れるんですね。バッドボーイ、口ない桜、90歳何がめでたい、あとおいハンサム、もうこの4つだけですかね、近くで見れるのは。遠征するとウィッチャーズ、ワンライフぐらいが見れるのかな。あとホールドオーバーズ、はい、そうね、見たいのは、まあ、とにかくバッドボーイズ、口ない桜、ワンライフはまあいいか、ウィッチャーズかな、ウィッチャーズ見たいですね。あとオイハンスが見たい、そんなところですかね。あとホールドオーバーズ、これが見たいですね。はい、そんなわけで、まあ、そこら辺ね、攻めていこうかなと思ってます。このね、ホールドオーバーズはちょっと豊橋ぐらいまで遠征しないと見れないかな。ウィッチャーズは静岡市まで行かないとダメかな。確か静岡でやってたような気がする。豊橋でもやってたらね、豊橋でもいいんですけど、車でね、1時間、夕方とかだと1時間半ぐらいかかっちゃうんですよね。はい、まあそんなところで全米もね、一応チェックしておきましょうか。全米はですね、6月第3週の北米映画史上、ディズニー&ピクサーのアニメーション映画インサイドヘッド2が特大スタートを切りました。お、週末3日間で2024年公開作品の中でトップとなるオープニング興収1億5500万ドルを記録し、23年で興収1位となったバービーに匹敵する成績。最近この手のね、ディズニーピクサーもうこけまくってるんですけど、本当にどういうわけか、このインサイドヘッド2は、まあ前作はね、結構評価が高かったっていうのもあるんでしょうね。で、オープニング講習ね、前作のオープニング講習を大きく上回った、まあ、それも2015年の作品なんですよね。それを大きく上回ったってことは、まあやっぱりそれだけ前作のファンがね、多かったって、待ちわびてたってことなんですかね。で、2020年代アニメ映画のオープニング講習としては、ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーを抑え、
1位となっている。さらに初週だけで24年公開作品の中で興収4位を獲得した。わからんもんだね。もう散々ディズニーこけまくってもう大丈夫かって言われている中で急にこんな大ヒットがねポツンと出てくるっていうところですよね。でこの映画はヒットするだろうみたいなね対策もうみんなが知ってるような、対策がもうとんでもないこけ方をしたりとか、マーベルとかもそうですもんね。マーベルもとんでもなくこけたりしてますけども、こういった映画がポーンとねポーンと出てくるっていうのがね本当興行っていうのは読めませんね。はい。で先週1位だった、このバッドボーイズですね、今週日本でも公開スタートですけど第2位ということで、週末3日間で興収$3,300万、累計興収は1億1,200万で、R 指定映画の中では24年公開作品の中ではトップとなりましたということで、こちらもね、大ヒット、ソニーピクチャーズエンターテインメント、コロンビアですね、ということらしいですよ。先週2位だった、コメディアニメ猫のガーフィールドは2位から4位に転落してしまいましたね。これ日本でもねもう公開が決定しましたけど8月16日に、公開予定ですね。はい。で、ずっと言って、あとまあ、あ、そう、猿の惑星がね、5位から3位に、9、また上がりましたね。累計は、1億5000万ドルを超えたと。で、インサイドヘッド2を追いかける形で、24年公開作品の中で5位となっているということで、まあ、好調ですね、猿の惑星も。極めて好調。日本ではどうだったんですかね。日本ではそこまででもない。で、この猫のガーフィールドなんですけど、まあこのね、公開4週目で同じ週に始まったのがフュリオサなんですよね。マッドマックス、まあ1週目はね、フュリオサが、ガーフィールドを抑えたんじゃなかったっけ、どうでしたっけ。だけどもうね結構水は結構差が出てますね。7,800万ドル、6,300万ドル。制作費はフュリオサの方がね圧倒的でしょうから、なんかねやっぱりちょっとマッドマックスはどういうわけか大こけしてるみたいですね。だけど日本ではね比較的悪くないという、はい、でも日本今あでもまだ6位にいますからね。日本はね日本はそんなにまだ悪くはないけども、まあ、世界的にはちょっとね大こけと言ってもいいんじゃないかと思うぐらい大こけしてしまいましたね。はい、まあ、そんなとこでしょうか。まあ順次、これ日本でもやる8月1日ですね。あ、僕ね前作見てないんでそんなにこう評価が高い映画だったらちょっと見てみようかしらね。これねバッドボーイズもそうね。はい、というわけでミニシアターも見ておきましょう。さあ今週はね1位が先週の1位、あの守りました、キープしました、ハロールド・フライのまさかの旅立ちですね。あと2位にチャレンジャーズ、これ見たかったんですけどね、なんかねめちゃくちゃ面白いらしいですよ。見た人たちの評価がめちゃくちゃ高い、これが見たかった、だけど見れてない。で第3位がね新初登場、はい、How to Blow Up ということで、こちらはね僕の動画でもレビューしています。まあ、いわゆる若者たちがね、いわゆるテロを仕掛ける、そのパイプラインを破壊するテロ工作を仕掛けるっていうね、まあ、いわゆる環境活動家の人たちなんですよ。なかなかね、サスペンスフルで、ハラハラドキドキできる、まあ、それなりに面白い映画だったなとは思います。はい。だからまあね、興味のある方はぜひ、まあ、興味がちょっとピンときたらですね、僕の動画、ネタバレなしの動画を、ぜひ参考にしてください。はい。あと何がある？5位にオールドフォックスっていうのがありますね。こちらは台湾の名称ホウ・シャオシェン制作のもと台湾ニューシネマの系譜を受け継ぐ春英シャオ・ヤーチュアン監督がバブル期の台湾を舞台に正反対な2人の大人の間で揺れ動く少年の成長を描いたヒューマンドラマっていう。バブル期の台湾って、そもそも台湾にバブル期なんてあったんですかねえ。台湾、まあ、
なんか台湾って、僕の小説いくつか台湾で、向こうの言葉にね、あれ何語かな、簡易中国語だか広東語だか分かりませんけど、台湾で僕の小説もね、いくつか、刊行されてるんですよね、翻訳されて。なんでちょっとね、行ったことはないんですけど、若干親近感がある。まあそもそも親日的な国ですからね、台湾。一度ね、まあ、機会があったら行ってみたいかななんて思ってたりするんですけど、どんな国なんですかね。結構発展してるのかな。ねえ。まあなんかいろいろとこう台湾の映画も面白い映画多いですからね。はい。そんなわけで、オールドフォックス、本当これもね、個人的にはちょっと見たいなと思ってたんですよね、台湾の映画。最近台湾の映画、ホラーなんかも面白いのありますからね。えぐいのとかグロいのもありますから。ね、ちょっとこれ見たかったかな。というわけで、今週こんな感じなんですよ。で、こちらね、ちょっとね、あとね、気になる映画にまつわるニュースいくつか紹介します。まずはこれ。これですよ。皆さん来ましたよ、これ。児童人身売買の闇に挑む捜査官の実話、サウンド・オブ・フリーダム。さあ、やりましたね。9月27日、日本公開決定しましたね。うわー、これね、いわゆる児童の人身売買を追っていく警察のお話、いわゆるクライムサスペンスというかなんですけど、これね、アメリカでめちゃくちゃちょっとね、不思議な現象を起こした。これね、いわゆるインデペンデント系の映画なんですよ。だからもう低予算で作られた映画なんですけど、でこれがね、どういうわけか、まあ、大ヒットしたんですよね。すざまじく大ヒットしたんだけど、でもね、妨害工作があったんですよね。なんかこの映画を見させまい、観客に見させないようにすると思われる妨害工作が各地でね、沸き起こ、なんか、各地で起きたっていう、YouTube で当時ね、すげえ話題になってたんですよ。去年だったかな。なんかね、この映画を見てたら、突然こう、映写が止まってしまった、上映が止まってしまったとか、突然こう、劇場のね、明かりが急にパーってついちゃったとか、音がしなくなったとか、なんか各地でそういうことが起きてて、これは故障とかそういうんではなくて、意図的にやってるのではないかっていうことで、一時期ちょっとね、これ話題になったんですよね。なんか政治的な、判断、まあ、政治的な何かが絡んでいるのか、ちょっとよくわからないんですけども、なんでこれね、ニュースになってた時は、これ日本でも絶対見たいなと思ってたんですけど、これはね、ちょっと非常に興味深い映画ですね。全米で異例の大ヒットですから、これは楽しみですね。はい。次、スマイルの監督、これホラー映画ですね、スマイル。監督とロバート・パティンソンがホラー映画「ポゼッション」をリメイクってことで、これイザベル・アジャーニでしたかね。そうですね、フランス映画の「ポゼッション」をリメイクしたんですけど、でもこれってさ、ポゼッションってリメイクされたことあるよね、過去に。これ実はね、ポゼッション僕見たことがないんですけど、ポゼッションってリメイクされたことなかったっけ？それとも違うポゼッション？なんかポゼッションって映画ありますよね。僕の勘違いかな。はい。スマイルって映画ね。あれ僕レビューしたっけ？ちょっと覚えてないんですけど。そんなに面白いと思わなかったですけどね。これがね、今、リメイクが争奪戦？A24、Netflix、パラマウント、ソニー、ワーナーなどが争奪戦を繰り広げて、パティンソン、ロバート・パティンソンとフィン監督によるリメイク。でもまあ、まだ制作には入ってないんですかね。リメイクは一応決定しているけど、それをどこが、買い取るかっていうね、配給権を買い取るかどうかってね、争奪戦が繰り広げられているということらしいですね。へえ、まあちょっと、見たことないんで、これ見とこうかな。有名な映画ですからね、これね。はい、次。ロカルの映画のこの、魔女狩りフォークホラー、ナイトサイレン、呪縛が
8月2日公開っていうことでね、これちょっと なんかちょっといい感じじゃないですか。その村で女は魔女となる。さあこれどこの映画ですかね。ナイトサイレン呪縛、ロカルの映画祭で、最優秀ヨーロッパ映画賞を受賞した魔女狩りホラー。人里を離れた村で暮らすお姉ちゃんのシャロータと妹のタマラは母親の虐待から逃げ出すことを決意したが、逃げ込んだ森の中で恐ろしい事故に遭ってしまう。事故から20年、消息を絶っていたシャロータがある出来事をきっかけに村に戻るも受け入れる者はいなかった。村が夏至祭に近づく中、彼女が過去のトラウマと対峙するほどに人々は疑念を募らせていく。スロバキアの映画。はぁ、スロバキアなんだ。いやぁ、東欧の映画ですね。女性らしさにまつわる神話や慣習を払拭しようとする作品。女性嫌悪、ミソジニー、外国人恐怖症、集団ヒステリーが蔓延。すごいフェミニズム映画ですかね。8月2日からヒューマントラストシネマ渋谷。その時浜ね、東京にいるか浜松にいるか分かりませんけども、なんかちょっとね、ちょっとフェミニズムっぽいですね。なんかね、それが前面に出た映画ってちょっと鼻につくんだよな。まず映画が面白い、まあホラーであれば、それ映画が怖いってことが前提にしてほしいですよね。大して怖くもないのに、フェミニズムばかりがこう前面に出るとね、本当に最悪ですよ。はい、次。スティーブン・キング、死のロングウォーク映画化に、クーパー・ホフマン、デビッド・ジョンソンと。クーパー・ホフマンとデビッド・ジョンソン。へー。これあれでしょ？なんつったっけ、お父さんが死んじゃいましたよね。有名な俳優さんで、なんとかなんとかホフマン。ねえ、ちょっと忘れちゃう、イギリスの俳優さんですよね。で、このね、死のロングウォークっていうのはスティーブン・キングの小説なんですけど、まああれですよ、いわゆるデスゲーム系の走りですよね。いわゆる最後まで生き残るみたいなデスゲームを繰り広げていく。なんかこの、ずっと歩き続けなきゃいけないけど、途中でこう、脱落すると殺されちゃうみたいなね、規定のペースを下回れば、結局ね、ディストピア小説、荒廃したアメリカで毎年行われる10代の少年100人が時速4マイルのペースを維持しながら最後の1人になるまで止まることなく歩き続ける、スタミナと知恵を競う過酷な競技を描くっていうね。規定のペースを下回れば警告を受け、警告3回で強制退場、最後の1人になれば欲しいものは何でも一生与えられる。母の意思に関して出場する主人公は勝ち残ることができるのかということで、まあ、いわゆるサバイバルゲームですね。これね、まあ、読んだことはないんですけど、映像化してほしいなと思ってたんですけど、これで映像化された過去あるんですかね。どうなんだろう。シーモアなんとかホフマン。シーモアなんとかホフマン。デビッド・シーモア・ホフマン、あれ、そんな名前だったような気がする、お父さんね。あ、フィリップ・シーモア・ホフマンだ。これこれこれ。フィリップ・シーモア・ホフマン。ね。冷血の、なんだったっけ、ほら、アメリカの文豪、小説家、冷血を描いた、冷血書いた人。名前が出てこない。なんで名前が出てこないんだ。これに出てくるかな。アカデミー撮ったんじゃなかったっけ、その映画で。この人ヘロインで死んじゃったんで、カポーティ、そうそう、カポーティでアカデミー賞を取ったね。トルーマン・カポーティの役を演じたんですよね。僕結構ね、このフィルプ・シモン・ホフマンって大好きな役者さんだったのに、なんで亡くなっちゃったのかな。オーバードーズですかね。惜しい方を亡くしましたよ。大好きだったんですけど。はい、まあそんなわけでね、死のロングウォークも映画化ということで。さあ、これ、映画化する、まあ、主演候補に上がっている。まだ制作にも入ってないってことですかね。となると、まあ、劇場公開されるのは、早くても2年後、3年後と、違うね。2026年、あ、早っ。あ、そんな早く？ 2 年後か。まあまあ、2年後だね。早くないわ、2年後。もう2年後の11月20日に決定しているのに、
あ、違う違う。本当にした。あ、違うわ。ごめんなさい。これは、この作品だ。この作品が、全米公開の予定ということで。だからまあ、死のロングウォークは、まあ、2年、3年後、4年後といったとこですかね。そういえば、デッドバイデイライトの映画、あれどうなったんですか？いつやるんですかね。お流れになっていたりして、みたいな。はい。まあ、そんなわけでね、今週の映画、俺的映画速報いかがだったでしょうか。こんな感じで、だらだらと、興行収入を見たり、今週始まる映画をチェックしたり、映画ニュースをチェックしたりして、皆さんにお届けするということで、毎週火曜日に、公開され、配信されていますので、よろしくお願いいたします。以上、ミステリー作家の七尾よしでした。バイバイ。